未来が今になる未来シティ研究所。編集長、なかなかネタが見つかりません。何言ってるの、足で稼ぎなさい。今日も今朝から歩き回ってるんですよ。あのですね、あ、切れた。あーもう。ワイヤレス給電って何？充電なんとかならないかな。こんにちは、みむちゃんの未来の知恵袋、未来創造人です。携帯電話をそのテーブルに置いてみて。わ、充電マークがついた。これはワイヤレス給電といって、コードを使わずに電気を供給できる充電システムなんです。テーブル内に取り付けた送電コイルに電気を流して磁場を発生させ、この磁場を受けた受電コイルで電気に戻されることで充電されるのです。すごい。こんなもので驚いたらダメです。まだまだすごいネタありますよ。ぜひ教えてください。うわー、何これ、すごい。なんだろう、ただのバスじゃん。これは電気自動車なんだけど、もう電気コードで充電しなくていいんです。バスの下を見て。何この白い板。この四角い板の上に駐車するだけで充電ができるんです。携帯はテーブルに置きましたけど、これは距離が離れていますよね。ここで利用されているのは磁界共鳴型。磁界共鳴型とは、コイル間の磁場の共鳴を利用して電気を送る方法。距離が離れていても電気を送れるのが特徴です。簡単に充電ができ、運転手さんの手間も省けます。20分の充電でおよそ15キロの走行ができます。編集長、いいネタ見つけました。そう、分かったわ、ご苦労様。もうこれからはこういうエネルギーの時代になるんだけどね。近い将来、家庭内の電化製品や電気自動車などもワイヤレスで充電できるようになります。そして Wi-Fi と同じようにエネルギーが飛ぶ時代に。うちに来ればいいネタがあるのにね。あー疲れた。